はい、こんにちは。むちゃまま動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画は虎猫1の続きになります。前回虎猫1ではこちらの前足のところまで編みました。ですから今回はお顔の部分から入ります。ここですね。前回1の動画ではここの前足のところまで終わりにしましたので、今回は9段目から入ります。表編みです。9段目、緑が11目です。9、10、11、はい、11目、今まで編んできた緑を休ませて黄色を持ってきます。黄色は23目です。下の段の前足8のところに、8段目のところに印をつけておきます。ここまでが前足の段ですね。はい、23目編んでいきます。黄色を編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、はい、23目です。2目ですね。2目減ってますね。ここ2目、ここ黄色のところなんですね。ここ2目減ってます。緑に変えます。緑に変えて2目減ってるので、次は12になります。1、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、はい、数合ってます。はい、ここでも前足のところの下の段ですね、8段目のところに印つけておきます。で、9段目からお顔に入りますから、これで裏返します。ですね、次は裏編みになります。9段目表編みで、ここからちょっと太めに描いてね、9段目、はい、次は裏編みで10目ですね。10目。10目。ここでね、糸替えの時に、色替えの時にちょっと目の大きさを調節して、黄色ですね、黄色は27です。裏編み黄色の糸に変えて1調節して、穴が開かないように1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27です。はい。27。今ここですね。そして緑を9目。色替えをして、緑を9目、1、2、3、4、
6、7、8、9、はい、数は合ってます。こんな感じですね。色替えをしたところ、ここです。はい、綺麗に穴が開いてないですね。大丈夫です。はい、次は表編みです。9目編んできたので、次は表編みで11段目を編みます。緑が7目、緑を7個編みますね。1、2、3、4、5、6、7、はい、ここで緑を7個、ここで色替えです。黄色を31に色替えをして、今まで編んできた糸を休ませて、黄色で20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、31、今ここです。あと緑で8目編みます。今まで編んだ糸を休ませて、緑を持ってきます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、数合ってましたね。8です。はい、8、緑で編んで出てきました。次は裏編みになります。次は裏編みで7目、緑で7でスタートになります。
3、4、5、6、7。はい、色替えをします。7、色替えをして、今度は34目黄色で34目編みます。20、21、22、23、24、25、26。27、28、29、30、31、32、33、34。はい。34編めました。そして緑が5です。色替えをします。黄色を休ませといて、緑を1、2、3、4、5。はい、5ありました。間違えてません。はい、5編んで12段目が終わりました。次は表編みで13段目を編みます。緑が4でスタートです。緑を4編んでいきます。そして黄色が37目。1、2、3、4、5、6、7、
九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。21 22 23 24 25。26 27 28 29 30。31 32 33 34 35 30 36 37。はい、37編みました。次は37編んで緑が5になりますね。黄色を休ませておいて緑を折ってきます。1 2 3 4 5。はい、数合ってました。5。はい、表編み5終わりました。次は裏編みで緑4からスタートですね。はい、裏編みで緑4スタートで1 2 3 4。はい、緑4で色替えです。そして38目、38目編んでいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、はい、38、そして今ここです。38、あとは緑で4目色替えをします。緑にしますね。はい、1、2、3、4、はい、緑を4目緑を4目して14段目が終わりました。次は表編みで15段目になります。緑3目から始まります。はい、緑3目から1、2、3、緑3目で色替えをします。39目ですね。黄色39目、1、2、3、38、39、30、31、32、33、34、35、36、37、38。はい、38、あ、39、はい、39、終わりました。そして緑が4です。
色替えをします。1、2、3、4、はい、合ってました。こんな感じになってます。はい、緑を4、表編みして終わりました。次は裏編みです。16段目です。裏編み3、1、2、3、緑3で、今度は黄色が41目になりますね。色替え、黄色に色替えします。41、編めました。残り2ですね。緑を2です。はい、はい、糸を、色を変えます。緑を1、2編んで、緑を2目編んで、次は表編みになります。緑を2編んで16段目終わりました。次は表編みで17段目。まずは緑を、緑が2になります。
17段目表編み、緑に1、2で色を変えて黄色で41目黄色編みます。21、22、23、24、25、26、27、28、29、40、41、はい、41で最後3目、緑3目残りますね。41で色替えをします。今度は緑で3目、1、2、3、はい、合ってました。緑で3目で今このここですね。あと1段で花の部分が終わりますね。でここから裏編みで緑2目裏編みで緑2目で18段目に入ります。
5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42。はい、42編んできました。そして緑で2、色を変えます。18段目、今お口のところまで編んでます。ここからおでこのところに行きますね。18段目でお口のところ、で印をつけていきます。のところ18段目でお口のところに、お口のところの段に印をつけておきますね。こんな感じで印をつけて編んでいきます。